今ね、レッドストーンブロック、はい、こうするでしょ。はい、皆さん、赤石のおっさんのお時間がやってまいりました。本編でご紹介したものの、より詳しく、解説するという、動画内容となっております。はい、まずはですね、必要なスペースをですね、ちなみにこのワールドは配布するので、ぜひね、PC の方やってみてください。10×、こっちが12です。高さがね、6ですね。はい、こんな感じです。で、この3つあるところが、ちょっとこの門になる部分ですね。あの3つの部分にですね、まずこうやって、3×3つの粘着ピストンをこう上向きに並べてください。で、その上でまあ砂を置いて、扉とするわけなんですけれども、はい、こっちの回路はこのようにして上げるものでございますね。で、動力はですね、1番、2番、3番という風な感じで伝わります。で、下から順番に動力が伝わるので、ぐんぐんぐんって伸びる感じですね。はい、そういう風になってます。で、遅延はですね、こっちは1。で、遅延3。そして遅延4でございますね。で、それぞれ途中にリピーター等をかましていないので、そのままの遅れですね。そんな感じです。ここはいらないよと。ここはいらないよと。はい、こんな感じですね。この逆側はですね、今度こう、上がった回路を下げる回路となっております。はい、これでちょっと上げましょう。上がりましたね。で、上がったこの状態のものを下げる必要があります。ちょうど T フリップフロップってこれでね、この回路で、このレッドストーンブロックを動かしてですね、こっちに来たら、はい、こっちの回路。はい、これが動く。で、こっちに来たら、はい、こっちの回路が動く。というような作りになっておりまして、はい、今は向こうに行ってますよね。で、上がった状態になってます。ボタンを、まあ、どっちでもまあ同じ結果じゃないですか。ね。押すと、はい、こんな感じで、下がっていくようになっております。今ね、レッドストーンブロックがこっちに繋がっておりますね。簡単に説明していきますと、はい、ここでね、まず遅延させております。これはね、最低でも2遅延、2遅延入れてあげてください。なんでかっていうとですね、このレッドストーンブロックが前後に動く。で、こっちにあるときには向こうの回路が、動作している状態。で、戻ってきたときに切れますよね。で、切れた状況に、すぐにですね、こっちの動力を伝えてしまうと、タイミングが合わなくなってしまうんですよね。なんで、ここで一旦ちょっと遅らせた後に、このパルサーに入れます。パルサーっていうのは、要するにこのコンパレーターの後ろから動力が入り、そして、こちらからも動力がちょっと遅れて、そしてコンパレーターの横に入ります。この減算モードにすることによって、後ろから来た動力よりも、こちらから来た動力が、まあ、同じもしくは少ない場合、信号を止めることができるんですよ。まず、ここから来た動力が、はい、ここに行きます。で、すぐコンパレーターに入ります。じゃあコンパレーターの先から動力が発生するのがちょっと分かりますよね。で、その後に、こっちから遅れた動力が入ってくるので、要するにこっちの動力が流れている間だけ動力が出る。っていうのが、これ、パルサーの特徴なわけですよ。はい、こうするでしょ？消えましたね。消えましたね。で、もう一度やってみます。ご覧ください。あ、止まりましたね、今。そう、短い間だけ動力を出す。その、動力をどれぐらい出すかを調節するのが、このパルサーなわけですよね。一応、まあ、細かい説明も今入れておりますけれども。で、そのパルサーから動力が出ている間に何が行われているのか。ここが、ここから、原点ですよね。で、ここで3遅延のものが出て、で、ここでね、またパルサーなんですよ。これなんでまたパルサーなのかというと、このピストンに動力を流している時間を調節するためでございますね。で、これ普通に、ここのパルサーだけでいいんじゃないかっていうことなんですけれども、こっちにパルサーを入れることによって、ピストンの動きがね、ガシャガシャンみたいな感じで。要するに、こう、動力が入ってる間だけピストンで動くじゃないですか。だからこう、カシャンカシャンっていうことで、その速度を調節してタイミングを合わせてるって感じです。で、こっちの方に上がっていくと、ここにまたね、今度はね、これクロック回路ですね。クロックっていうのは連続で動力を出力する回路でございまして、このパルサーからボタン1個分の、長さぐらいのね、出力が出るようになっておりまして、それを感知したら、2周するようになってるんですよ。そのための遅延3なんですね。2周するようになっておりまして、要するにこの、2周するということは、1回1周目の動力がまずこちらに伝わって、2周目の動力がまた、こちらに伝わると。そのタイミングというのが、1つ目がこちら、で2個目がこちら、3つ目がこちら、そんな順番でこう動力を伝えることによって、下ろしてくるというような形になってます。とりあえずまた1回上げましょう。
こう砂を上げる機構はね、単純なんですけれども、こっちね、下ろすのがすげえ大変だったんですね、今回作るのはね。はい、どうぞ。はい、ご覧いただけましたかね、こう、地下って2階になったの。2階になる、ちょうど間に、こいつが光るタイミングにしてあるんですね。この遅延を作って。で、あとこの入力とかインプットですね。この、T フリップフロップです。T フリップフロップっていうのは、ボタンっていうのを1回押すと、すぐ動力切れますよね。光ってるけど、しばらくしたら消える。ね。これがボタンの特性です。ボタンをですね、レバーのように使うための機構が、この T フリップフロップなんですよね。ボタンを押すことによって、このドロッパーの中のアイテムが移動します。下のドロッパーに入ってるのが上のドロッパーに入る。これでまず動力がまず変わります。なんでかっていうと、このドロッパーからコンパレーターで動力を取り出している。今はここに入っているから動力がコンパレーターに伝わって、この粘着ピストンが動いている状態でございますけれども、ここで押すと、はい。中身が動くんですね。このドロッパーに入ることによって、このコンパレーターがドロッパーに入ってたものを感知していたコンパレーターが光らなくなったので、この、粘着ピストンが下がる。ね。で、これをレッドストーンブロックに置き換えてあげると、こっちに動力、1回ボタンを押すとこっちに動力、そしてもう1回ボタンを押すとこっちに動力ということで、扉を開ける回路、扉を閉じる回路、っていうことで調節してる感じですね。どっちからボタンを押してもそれは一緒です。ね、ボタンの、通線はこういう風になっておりますんでね。まあ、そんな感じでございます、皆さん。分かっていただけましたでしょうか。一応ですね、本編の方で、サバイバルでも作ってあって、サバイバルでも正常に動作していることは確認しておりますので、ぜひ、皆様の街でも作ってみてください。回路をもうちょっと小さくできる可能性もございますんでね。ぜひ、こちらのワールドをダウンロードしてやってチャレンジしてみてください。以上、赤石のおっさんでした。なぜか都合でスキンが着替えられなかったけど、こんな感じで失礼したいと思います。バイバーイ。